どうもどうも井上前でございます。ノーミルク砂糖です。ミルクサッカーアカデミー見るわか今日こちらです。飛んでた。日本 VS バーレーンのプレビュー。さあ来,来ました。今夜ですか今夜です。ええー、ラジカラ。 ね、20時30分キックオフ。ありましたね。うん、は,いはいはいはい。ってことで、まあ日本の決勝トーナメントもスタートする形になりますが、今日の内容としては攻め筋と交代策、はい、そして、えー、敵軍の弱点と累積対応法みたいなことを話させていただければと思います。はい、す具体的、こう具体的な感じがしますね, <laughs> ですね。<laughs> ンスに上にジャパン、バーレインって書いてますけど、うん、これ赤くなっていうのが P とレインって、これ中の。 し。あのー、ちょっと国旗的なところちょっと表したような感じになってますね。えー、あ,おしゃあ、ほんとだ。お,おしゃれ。<laughs> うわ、痺れるおしゃれさ。<laughs> あ、そういうことあそういうことでございます。そういうことこだわってんのこれ。 バラすなバラすなバラすなっていじってんすよいじられちゃったそうことじゃなょ。ありがそうございますねどうでもいいんだと言われようそうですけどもねそうですねお願いいたしますよはいってことでここに載ってる皆さんがこのゲこのシャキーマンじゃないかと思ってる方々ではあるんですけどまずこちらからいきましょう今日20時半から始まるこの日本代バーレーもちろん我々またね同時視聴というので皆さん さんまた遊びに来ていただけると嬉しいでございますというのはね、映像はこっちを見てもらいながら我々がいやいやいながら見せようということいますそうでございますちなみに言うとこのベスト16までは地上波がないので脱音で見ましょうねというところではい。ということでじゃあまずいきましょう佐藤的なスタメン予想こちらでございますいいバーレン戦のスタメンは僕はこんな感じじゃないかなと思ってます 右からマイクマ、板倉、富安、中山、ダブルボランチに森田と旗手、トップ下には竹が入って、うん、両ウイングには、えー、堂安イトセンターフォワードには綾瀬君かなというこれ、どういうポイントはどうなですか、はいえー、ます鍵はね、やっぱり、ね、ウイングと累積とベスト16かなというところが僕は今、遠藤航選手、南野拓実選手、はい、伊東純也選手の3人か、はい、累積警告がちょっといわリーチ状態なんですけどなるほど。 で、ベスト8終了後に、それがリセットされるってところがあるので、すぐ次、イラン戦か、ねイン、イランもしくはシリアとの対戦が待ってるじゃないですか。まあ、イランでしょうね。 うん、まあでしょうね、まだそこがあるので、まあ、多少はターンオーバーあると思いますから、はい、だったらなんか、バーレーン戦出してイエローをもらっちゃって、イラン戦出れなくなりましたっていうなるほどなは、出せないようにするためのメンバーにしてくるんじゃないかな,な、ね、と僕は思っていま大谷選手はね、これ出していきたいところですけど、ここは一つの賭けというか、まあ、これを賭けと言ったら、ちょっと失礼か。ボールは持てると思うんで、あえてこっちのほうがいいんじゃないかなってところも増えてるからね。 ってことでまあ細かな理由はまた後で話していきたいなと思いますけども。といってことでね、まずここからいきましょう。うん、日本とバーレーの戦術、改めて確認はい、いきましょうん、まずこちらです。はい,い、うんはいえー、下から上に日本が攻めます、上から下にバーレーが攻めますと、はい、いうですが、バーレーマーは、うん、グループステージにおいて2勝1敗でしたと。うんうん マレーシアとあとなんかイラクにな最後ねアリショナルタイムで勝ったヨルダン、はい、ベスト16でね、うんうん、そこのチーム相手にバーレーンはグループステージで勝ってるんですが、うん、韓国にまあ1、3で大敗したって感じではあったんですよ。だから逆に言うと、韓国はバーレーンの弱点をつけていたって僕はまあ言っていいんじゃないかなと。なるほどね、その試合が参考になるのかな、じゃあね。そうですね。うん、で、バーレーンがやってくることって、主にまずは皆さん、2つです。はは、うん、はいはい、はい、えー、まず、バーレーンがオフェンスでやってくること1つ目。はい サイド攻撃なんでかっていうと、うん、あのもうここまでの3試合もう途中交代で2人でずっとやってるので、はい、真ん中が身長でかい14番と9番というハッシュ・サッシュっていう選手とユスフっていう2人のフォワードでやってるんですが2人とも190超えで高さもあるんだけどスピードが売りっていう選手たちでございますで高さが190以上あるので当たり前ですけどそんなターゲットマンいるんだったら それはクロスホールでしょうって話、ね。んですよね。はい。逆にそれ使わなかったらおかしいだろって話なので。うんうん、だから基本的なサイドから両サイドからの攻撃が軸にはなってきています。ね、はい。うん、で、それでサイド攻撃を基本的にこうバン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 繰り出してれば。うん やっぱ相手の選手ってやっぱそのサイドを警戒するから真ん中がちょっと開くじゃないですか。うんうん、で、その真ん中開いた時にこの真ん中のね、この14番と9番の選手が、こう単独ドリブルとかでこう持ってガーッと上がってくなんてことがあるので、うん、サイドアタックをずっと仕掛けてって真ん中を開けさせたいみたいなことがバーレーンのやり方なんだろうなっていう形でなるほどございます。はい、うん、で、だからこそなんですけど、はい、弱点が明確に。 ありますあ。どういうとこなんですか?。それがですね。はい、サイド攻撃をしてくるからなんですけど。えーえー、この。バーレン両サイドバックのお二人。はいはい。あ、おそらくここにいなきゃダメだよって言われてるポジションより。うん、ちょっと高いです。いる位置が。あ、うん、こ,こ,ね、これだわ、ね。あったら拾いたいでしょうし。そうですね,ね。攻めたいでしょう。これは。はい。うん でなんで、しかもだからこそ日本代表としては、基本的に内側に入っていきたから、ただ南の選手とかをサイドに置くんじゃなくて、カットインからぐるっと入っていきたい、左中村系とまたは三笘薫みたいなプレイヤーですね。差れる感じの、差るのは好きなタイプ。そが置いておけば、相手のサイドバックの選手はそれについていかなきゃいけないっていうのが、気になるよね。じゃあ、まさこれ、これはもうちょっと極端な話だけど。 センターフォワードの上田綺世君が、こう相手のセンターバックをこうやって真ん中へこうピン止めしてくれてて。意識させる。はい。で、ウィンガーがこんだけサイドにこう腹立ってたら、うん、この黄色の位置、うん、めちゃくちゃ空いてますね。なるほど、確かに。はい。ざっくり、韓国はこれをつきました。うん。そう。で、だバーレーがやっぱり攻撃相手チームからやられてる時ってのは、やっぱサイドとセンターの間が、はい、うん なんでそんなに開けたんっていうぐらいに開いてます、うん、でもそこに日本の選手いるかっ,つって言っていないじゃなこれこれは確かにいないですね、うんうん、いないから開いてんじゃんそうですよね、うんうん、だけどそういうところに入っていけるのがこの日本のトップした久保武さんは南野匠的な選手じゃないですかってのもあるし、うん 僕は例えばこの、この例えばウイングが張ってますっていうふうになるときって怒るのが、はいはい、我々いっぱい見たね、うん、菅原行成君でも舞熊、うん、君でも、ウイングを追い越して奥までたどり着く姿。ね、な,なんなら第一体制でも山根美樹、酒井宏樹でいっぱい見ましたね、そんなパターンは。うんうんうん、確かに確かに。日本のサイドバックはここを通ることができると。これ得意ですよ、右は脇に。あともう一人僕いるかなと思ってて。うん ボランチなのに、あなた方よく上がりますよね、コンビ。うんえー、森田、旗手あ。そういう、あ、なるほど。そう。で、特に旗手くんであれば、守る意識も高ければ、もともとがフォワードだし、うん、サイドバックも経験あるので、うん、このハイハーフスペースで上がっていくっていうのはすごく得意技でもあったりしますし。適任、うん、者なわけだ。そういうことです。はい,はい、はい。さらにこう、もうね、あの、ウィングバレー、例えばボールがこう行くっていうふうな時間帯になれば、うん 片方のボランチの選手がちょっとアンカー気味になり、このトップ下の選手が、例えば相手のボランチ伴って、ちょっとインサイドハーフの右みたいな感じになれば、この左のボランチの選手は、左のインサイドハーフからスルスルスルとこうやっと抜けていくことも可能かなと思うので、サイドバック、トップ下、もしくはボランチの選手が、この裏に抜けていくことは可能だと思いますから。うん とりあえず、相手はサイドバックが上がりすぎるってことが弱点なので、うん、サイドとセンターの間をごっそりとついていっちゃいましょう。うなるほどね。うん。いうところになってくるはあ、はあ、なんとなくじゃあ、アシスト決めそうな人が分かってきましたね、俺ね。なんとなくね、ありますよね。この展開に持ち込みたいわけですね。そうですね。はあ,はあ、あとは、僕はもう一個起こりうるかなと思って、それでこう、相手の例えばサイドバックのスタミンとか削っておけばいいんじゃないかなと思ってて、そしたら、後半。 というか終盤、左大前、真ん中に朝の右糸。うーん、そっか、フレッシュにされたらたまらんちですね、これは。うん、ああ真ん中警戒したら大外から来られちゃうわけだわね、<で>これね。そうですね。うん、で、確かにこう中2日とかで連戦になりますけど、うん、ぶっちゃけ15分、20分とかでやっぱそこまでのこう疲労がたまるわけではないと思うので、次の試合に対しても大きなダメージ残すことはないでしょうから。考えながらね、いらんも,、うん、もう考えながら戦うわけだね。そうですね。うん ってなったときなんですけど、2つ目としてこれも考えなきゃいけません。まあ、イラン対シリア戦の勝者ですね。あと、ちょっと先に言いますけど、さっきちょっともう冒頭で言っちゃったんで、まあ、イエローカード持っちゃってるね、累積たまってる、たまにかけてるよって方々のことも考えなきゃいけないってところがあるから、僕ね、はい、マーさん、もうさっきはこのバーレーン戦のスタメンってことも考えた上で言いましたけど、うんうん、イランも、あとこれからやってくるシリアも、そんなにあのー、方向性が大体似通った3チームなんですよ。中東系、 大体こういうなんかフォーバックをやってくるようなタイプのチームたち、うん、でやや守備系、オフェンスにももちろん一日の調はあるんだけど、守備型な感じなんだけど、はい、サイドバックとセンターバックがちょっと空きがちって、なんかちょっと似通った傾向があるところなので、もうイラン戦対イラン、シリア戦の勝者とどっちかと当たるとか,まあか、どっちと当たるかまだ分かんないけど、うん、そっちのスタメンも考えてんじゃないかなと思うんですよね、なるほどね。 うん、2000連チャンで考えてるってことだ、オーダーは。例えば、だからそこの時きより、例えば、渡く君とか、南野君とか、伊藤君ってこれはそっちにも残しといて、だ右サイドバックなので、もし仮にシリアがやってこようなもんなら、11月に我々もう日本戦ってるわけじゃないですか。うん、そ,かそこで、雪なり、伊藤のこの右サイドから4点生み出してますからね、で、コアド、アイス君も2点取った、途中交代の細谷君も1点取ったって形なので。うん もう細谷、伊藤幸成とかも次の試合より残しちゃってていいんじゃないのな,るほど、ね、なんて思うぐらいなんですよね。なるほどで、運動量激しいようなデュエルするような伊藤大輝選手、町田選手もそっちより残しといてな,なんてのもありなんじゃないかということでそこから逆算するとやっぱりバーレーン戦っていうのは、うん、こっち側のメンバーになるんじゃないのかなと。というとことで作ってみました<ー>ということです、はいあ。でもバーレン側ももうみんな専門家なわけですからね。 水差す,、ね、すわけじゃないですけど、何らかのことはやってくる可能性ありますよね韓国の同じやられ方でやられてたわるかっていう対策、規則、うん、やってくる,るでしょ、ね、うからね。なんかそれ考えられることあります一番あるのは、うん、<laughs> 一番あるのは、サイドバックとセンターバックの開きすぎ問題って、ずっと続いてることなので。えー お前ら上がるなみたいなことはあると思うんですけど反省点として消してきてる可能性ありますよね、消せるかどうかってことだよね、そこはだから。なんで、それだとしても、やっぱウイングの選手をフリーにするってことは、ちょっと死活問題になりかねないわけだから、うん、だからこそ、ちょっとでも引っ張り出すために、さっきのこれですよね、うん、サイドバックの選手がこう上がらず、後ろにこう保ってたとしても、うんうね、結局、うん、それっことで、それでもウイングにじゃあ、ボールが入って、うん、それでも相手の、ね、サイドバックの選手が出てこないんであれば。 ウイングの選手でガツンガツンいっちゃって、例えばミドルシュート、バンバン打つとかでもいいから、うんはい、そうするとやっぱりディフェンダーの皆さんで怖いから、どうしても上がってきちゃう<ー>ってところがあるので、90分間ずっとそれを維持し続ける、たぶん無理だと思いますので、結局は開いたところ、まあ、開かせて、開かせて、開かせてっていう作業をやって、90分間で勝ちにいきましょうなるほどね、そういう展開をどうなってんのかなっていうのを見ながら行けば楽しくなりそうですね、これ確かに。ということですねは,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 はいくどくどき続ける感じですね。 そういうことですね。えー、日本の皆さんがうまいことやってるあなたどうせね、私をバーレンちゃんは、うん、そういう女だと思ってるんでしょ、と。<laughs> そうやったらくどけると思ってるでしょ。それはそうよね。あんたの友達に一回くどかれてるとか、あんたら見てるし知ってるでしょ。<laughs> その点には乗らないわよ、と。その作戦。ね。いいとこ連れててワイン飲ましたら、冗談じゃないわ、と。<laughs> そう来るなら日本はね、こういう手を持ってますよっていうのもあって。はい、だん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 ね、バーレンちゃんの心が開いていく。 うん、そんな展開を見たらいいんですね我々は。そういうことですね。なるほどね。はい。ええええ、その話もだからしていくと思うので、また今日の夜ですね、まあえー、ま、でライムじゃねえね、同時主やりますので、皆さんお集まりいただけると嬉しい,ですい。いやいやいや。アウェー空気でしょまたね。そして気そうでしょうね。ワンチャン気合で来るわけでしょ。しかもこうね、イランがそのロが発生してますから。うん。うん、ね。すごいやっぱり。 ワンチャんワンちゃんで来るわけでしょ。いやでも今もう富安有りの日本であればコンパクトコンパクトで、えー、あの連勝当時の日本というかやっていけるでしょうから。ここからもう王者。行ける行きたいですねいけるい。行きましょう行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あのお天気とかどうなるんですかね、えー。どうなんでしょうね。なんかアンルみたいな話はないですからあれですけどね。レインのレインだけ赤くしてるからこれは。 雨を暗示しているのかな <laughs> 都市伝説みたいな <laughs> そうがうじゃないですね。違かったですね。ピ、えー P だからピー感かねこれね。どうなんでしょうか <laughs> 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 あ,り <laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。楽しみでございます。見どころ分かりました。はい、ということで、皆さんのご意見もお寄せください。見どころ、二日かかり、ね、見どころ、赤まんちゃって、チャンネル登録で、ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンもいただけると、先生がね、ピーカーになりますので、お願いいたします。ということで、<laughs> なった、なってる。<laughs> もう先生、ここは、ね、あのね、あの、タイトルになってですよ。ああ <laughs> <もう> <laughs> 顔映ってないですよ、もうこれ。<laughs> ありがとうございました。<laughs> バーでした。どうも、右下どうでした。<laughs>